形県坂田市のバイク屋鈴木モータースです。いよいよですね、12月の30日今日午前中いっぱいですね、営業が終了いたしました。本当に皆様、今年もですね、2018年、本当にありがとうございました。でですね、昨日も今日もなんですけども、今年ですね、新規でうちのですね、あの方からバイクをご購入いただいたお客様、そしてですね、ご縁をいただいたお客様から、県外のお客様なんですけども、わざわざですね、昨日店の方に電話をいただきまして、まあ昨日すごい大寒波だったんですね。今日も最強寒波って言われてて、今シーズン最強寒波って言われてて、ちょっと年末の挨拶に行きたかったけど行けないので、すいませんけど電話で失礼しますって、わざわざですね、お客さんの方から言っていただいて、で今年ご縁をいただけて本当にこう嬉しかったです、ありがとうございますとかですね、今日もあの LINE をお客様からいただいたりとか、もう本当にですね、こうこっちが感謝する立場であるのに感謝をされるっていうんですね、本当にこう嬉しく思いましたし、今後もですね、お客様に喜んでもらえるように、そして来シーズンの目標はですね、もっともっと一緒にお客様と楽しむというテーマでですね、鈴木モータースも頑張っていきたいというふうに思っておりますので、来シーズンもぜひよろしくお願いいたします。で今日もですね、午前中にお客様ご来店いただいてですね、こちらの MT-09 トレーサー無事ですね、ご客いただきまして本当にありがとうございました。はい、そんな感じで午後からですね、今日は棚卸しと大掃除ですね、完了して今ちょうど終わったところですね。で今もう閉店準備終わったので、いよいよですね、これからですね、おビールをですね、みんなでいただきたいと思います。みんなでスタッフ忘年会ということですね、毎月1回はですね、全員で集まって食事会をしようっていうふうには思ってたんですけども、12月やっぱりちょっといろいろバタバタしてですね、11月もできなかったので、今回はですね、みんなでメンバー集まってフルメンバーでいろいろですね、お話をしながら美味しい料理と美味しいお酒をですね、飲んでいきたいと思っております。はい、そんな感じで、今日の朝ですね、動画の方でご紹介させていただいたこちらのですね、福袋なんですけども、いよいよですね、準備が整いまして、1月4日からですね、初売りセールに準備をしていたところでございます。全部で21袋あるんですけども、20袋あるんですけども、おそらくですね、1月4日1日で完売してしまうのかなというふうには思っております。で今回この福袋はですね、全国の鈴木ファンにお届けをするですね、鈴木ファンによる、鈴木ファンのための、鈴木ファンによる、ん何でしたっけ、鈴木ファンによる、鈴木ファンのためのんあれですよね、うん、国民による国民の、あ、そう、ね、国民のための、あ、鈴木ファンの、鈴木ファンによる、鈴木ファンのための福袋ということですね。おそらくですけども、日本一変態な福袋だとですね、自負しております。なかなかこう鈴木の福袋ってマニアックじゃないですか。バイクに興味ない方はですね、一切興味のない福袋というふうに思ってますけども、今回は鈴木のド変態袋ですね。ド変態福袋、それド変態袋、まだ飲んでないですよ、まだ飲んでないですからね。鈴木の変態福袋をですね、3種類ご用意いたしました。で1種類目がですね、3万5000円相当が入っているスズキのエクスター福袋、これを1万5000円で出します。1万5000円ですよ。半額以下ですね。であとがスズキ福袋ですね、これも3万5000円相当が入っているものが1万5000円ですね、出させていただきます。で最後がスズキの福袋ですね、これは5000円で、いくら1万以上でしたっけ、内容物は。そうですね、1万円以上が入っているものを5000円ですね、お出しするということで。ただしね、数に限りがありまして、エクスター福袋はなんと2つしかないですよ。で鈴木の1万5000円のもう1個の福袋が8つです。8つ8個ですね。で鈴木の
5000円相当の5000円の福袋、うんうん、で1万5000円ですね、5000円の福袋は15個10個です。あ、10個です。思いっきり堂々と言ったんですけど、全然違う。すいません、10個ということですね、エクスター袋が2つで、鈴木1万5000円の方が8個ですね、8個ですね。で、5000円の鈴木福袋が10個ということで、合計20袋をですね、準備してお待ちしております。はい、ではですね、内容なんですけども、基本的には福袋ってこう開けてみてからのお楽しみっていうところが多いと思うんですけども、この中でね、適当にこうピッてピックアップしてですね、内容をチラ見せしたいと思います。じゃあまずですね、チラ見せする福袋がどれかいこう、鈴木のエクスター福袋のですね、1万5000円の鈴木エクスター福袋をですね、見てみたいと思います。何が入っているか、これですね、結構大きいですね、うん。で、こっちで広げていこうかな。まずはですね、こちらの GSX-WR かな、これは。そうですね、元 GP マシンのキーホルダーと、あとはシリコンバンドですね、 GSX-WR って書いてるシリコンバンド、これはまずついてると。で、まあこの辺からですよね、こうエクスター福袋のこう匂いを感じますよね。で、これ出していこうかな。まずはこれですね、 GSX-WR の鈴木エクスターのポロシャツサイズ M ですね、これが入っているのと、見てください、この堂々と真ん中に鎮座する S この立派な箱でですね、純正部品ですね。で、タオルが入っています。エクスターのタオルですね。はい、エクスターのタオル、あそこにあるやつですね、画像が。はい、で、これがまず入っていると。これ3000、定価3000に、定価2052ですね、税込みで。で、あとは GSX-WR のキャップですね、目立ちますね。あの、迷子になった時に多分上空から見ると一発だと思います。上空から、まあ、ドローンとか流行ってますね。あとはエクスターのステッカーですね。で、あとはこれがですね、めっちゃ高いんですよね。エクスターのモノホンポロシャツ、ピットシャツ、あ、ごめんなさい、元 GP RS 太一、RS 太一の、方で、今年ですね、元 GP のメカニックの方のウェアを全部 RS 太一さんでスポンサーしてるんですけども、それのですね、ポロシャツ、サイズがジャパンで L、ユーロサイズ M ですね、それのポロシャツが入っていると。これ結構な値段しますからね。で、あとが、このこういうやつって刺繍なんですよね、本物で全部。これもですね、ピットシャツがですね、入っています。こんな感じの刺繍で本物です、はい。で、袖にもですね、こういう感じで入っていると。これが、究極の変態福袋ですね、パート1、エクスター福袋。次がですね、1万円の福袋ですね。1万円の鈴木の
そうです、1万5000円で販売している3万5000以上が入っている福袋、鈴木の福袋ですね、の内容物がまずはこれですね。ガレージとかに置くと大活躍のブリキプレート、鈴木パーキングオンリー、あれです、実物が。これがまず1個ありますね。で、これは傘もでしたっけ。はい、はい、それで、鈴木のですね、キャンペーンガールとかキャンギャルですね、あとはレースクイーンが使っているやつと同じの鈴木のパラソル傘ですね、アンブレラ、これがつく、つきます。ちょっと福袋に入らないので今外に出してるんですけども、あとはですねこれですよ、これ鈴木のフリースジャケット、フリースではないんでしたっけ、フリースです、フリースジャケット、あったかい鈴木のですね、収集の GSX-R 入っているかっこいいジャケットなんですけども、これも入ってます。すごいですよ、これ定価で1万1000円しますからね、うん、この時点でまず超お得ですからね、うん、で、あとはですね GSX-R のステッカー、はい、そうですね、スナップオンの電源プラグ、これも入っております、こういうやつですね、はい、あと傘が入っているというような感じが、鈴木の1万5000円の福袋というふうになっております。で、最後5000円の鈴木の福袋はですね、こちらになっておりまして、さっきの鈴木のですね、タオルと、鈴木のステッカーですね、鈴木のステッカーと、あとは鈴木の湯飲みですね、これも純正品ですよ、純正品、鈴木の湯飲みと、あとはですねレインコート、鈴木のレインコート、あとは、鈴木の RS タイチと鈴木のソックスですね、これいいでしょうね、はい、これがいいですよね、足元はおしゃれかなと言いますからね、はい、これもつくというような感じでございます。ちなみに5000円の福袋のそのタオルはですね、この鈴木の黒いタオルかエクスターかは開けてみてのお楽しみです。どちらかが入ってます。ああ、洗車券はつかないんでしたっけ。はつかないです。はい、はい、そんな感じでですね、こういう福袋をご用意させていただきましたので、ぜひですねバイク乗りの皆さん、そして鈴木ファンの皆さん、当店のですねこの福袋をご購入いただければなというふうに思っております。はい、じゃあそんな感じですね、本当にもうこれが2018年最後のですね営業日、かつ動画にもなるわけですよね、うん、いや本当に今年もですね YouTube をきっかけにご用意いただいたお客様っていうのも本当に多くいらっしゃって、本当にこのいつもは僕はカメラに向かって喋ってるだけなんですけども、この映像ですね、全国のいろんな方が見てもらってると思うと本当にこう嬉しく思います、励みになるので、また来年もですねいっぱいいっぱい頑張っていってですね、皆様喜んでもらえるように頑張っていきたいと思っております。来年のですねちょっとこう YouTube の目標が YouTuber になろうかなみたいな今は違う、 YouTuber ってその YouTuber でガンガン有名になるとかそういうことじゃなくて、 YouTuber の方とかの動画って見やすいじゃないですか、うんうんうん、デリデリデーンとかってこう文字も出てきて音楽も鳴って、例えばこういやこのバイクはとか僕説明した時に隣にこう画像とかも出てくるようなやついっぱいあるじゃないですか、うんうん、元ブログとかも、うんうん、あんな感じで、あとはこう動画をカットして編集できたりとか、うんうん、っていうのを知り合いの方にですね、今度年明け教えてもらうことになってるので、その編集の仕方とかを、うん、教えてもらって、よりですね楽しく分かりやすくですね、そしてバイクの魅力っていうものを動画で伝えていけるようにやっていこうというふうに思ったんですね、個人的に、うん、なので僕はですねいつもバイクの紹介とかをしますけども、例えばツーリング行った時にハンディカメラ持ってってバーって撮って、あとはキャンプ行った時とかもテント設営する時ピッて押して、テント設営し終わったらまたピッて消して、でキャンプファイヤーをしてバーベキューをしてとかまたピッて撮って、そのキャンプ全体の魅力っていうものをカットカットカットして詰め込んで
魅力とかもですね伝えていければよりこうバイク乗りが増えると思いますし、あのいろんな楽しみ方を提案できると思いますので、そういうふうにですねちょっとこう今まではノーカットですね、あの喋りっぱなしっていう動画だったんですけども、今後は見る方が飽きなくて面白くなるようないろんなバイクの魅力を知れるような動画を作っていきたいなと、2019年はそんな感じですね頑張っていきたいと思いますので、多分もう1月の後半が2月くらいになるともしかしたらこの後ろの動画に文字が入ってるかもしれないですからねそんな感じでいろいろですね工夫をしてこれからも頑張っていこうと思っておりますので、皆さんもぜひ2019年もよろしくお願いします。2018年も本当にお世話になりました。じゃあ来年もよろしくお願いします。